ってた。え、知らなかった。やば、いつから。めっちゃこぼれてるやん。いつからだ。めっちゃ開いてた蓋が、もったいな。しかも切れる。涙。まあ大丈夫です。今からメイクします。え、ビックリンゴなんですけど。化粧水、これもったいない。さっきまで朝はトムさんの卒コンのリハをして、さっきまでは明日のライブのリハをしました、はい、明日楽しみです。だって楽しみにしててください、ぜひ。ぜひぜひ。ユキニファンですが、来週のバレンタインイベント当選しました。お、イエーイ。バレンタインイベントよろしく。久しぶりに自分でメイクする。どんな感じだったかな。明日お話し会はね、私服ですからね。何着ようかなと思ってる。どうしよう、何着ようかな。何着ようかしら。俺も私服だって。あなた私服じゃない時あるんですか、逆に。今日はレッスンとレッスンの合間に、次開催する予定のライブのお題リサイタルの会場の下見してきました。そう、合間で。動き始めましたよ。嬉しい？嬉しいかな。キャパ増えました、結構。強気かも。ちょっといけるかな。いけなくても、まあ、頑張る。うん、大朗報すぎる。今年一嬉しい。だってやったー、お便りサイトで来たーって。そう、ソロライブやってるんですよね、定期的に。それの次の箱を見てきました。でも懐かしいなって思ったよ。
おおって今こうなったんだって思いました。発表はいつだって、発表はまだまだだって決まってもないから、いつやるか会場だけ一応見に行きました。パタパタ言ってる。楽しみだって、楽しみにしててください、期待してるだって、期待してて。次はめっちゃ久しぶりにメイクする、自分でヘディングじゃない、ハイライトしてみよう。なんか肌の調子いい、いつも使ってるメイク道具がダメだったのかな、してもらったらさめっちゃ肌の調子良くなった。でも何使ってるか聞けばよかった、メイク道具とか。なんかさマスクしてるとさ鼻めっちゃ痒くないですか？私マジで痒いんですよ、鼻が。ずっとこうやってマスクの中でずっと鼻かいてる、今日も。え、わかる、だってわかる。え、私こことか、ここがめっちゃ痒いんですよ、ここが。すっごい痒い。花粉なのかな。もう痒すぎて、ちょっと無理かも。ずっと書いてた。え、わかる、だって。わかりに、本当にわかる。本当にわかるかな。めっちゃ痒いんですよね。今かゆいだって、本当。私は本当にマスクしてると本当かゆくて、マジでずっとかいてた、レッスン中。早く眉毛描きたい。もらった波動の缶バッジ、別人。ガチャの、しかもこの時太ってたからちょっと今より、あ、マジでパンパン、顔が。去年の今頃マジで太ってた、でもそう太ってたんじゃ。コロナ太り、太ってたって言っても
ぐらい。そう。そう、トゥンカロン時代。でも本当にもう痩せにくくなりますね、もうこの年代になると。マジで今まではいくら食べても全然太らなかったんですけど、マジで食べるともうお腹がポンポコリンになる。マジでお腹ポンポコリン、イカ水なんですよ多分。本当にマジで食べた分だけお腹が出ちゃうみたいな。そう、マジでマジでそうなんよ。うん、20代より30代がやばい。マジやばい。でもさ、昔より全然動いてないかも。なんかさ、昔結構頻繁に踊る仕事あったよね。なんか最近ない、あんま劇場もあんま立ってないし、舞台も出てないからさ、今マジで動かない。うん、タヌキの役できるやん。だって、え、いや私はまだタヌキまでは行ってないけど、皆さんはどうだったかな。私はまだタヌキまでは行ってない。エクステつけてます。うん、筋トレしないと。筋トレね、苦手なんですよね。筋トレが本当に苦手。明日の髪型決めました。明日の髪型、ストレート、ストレートで耳をかけない。あの、私本当今乃木坂さんのありがちな恋愛っていう曲がめっちゃ好きでね、めっちゃ映像を見るんですけど、センターの飛鳥さんが、あの白石さんとやってたんですけど、なんか飛鳥さんだけのセンターの映像がいっぱいあって見てたら、なんか斉藤飛鳥さんってなんか耳かけとかしないんですよ全然、本当に。それがいいなって思って、私もあの斉藤飛鳥さんのそのありがちな恋愛が最近もハマりすぎちゃって、私もそれで行こうと思いました。でも斉藤飛鳥さんマジで顔がちっちゃい、本当に可愛い、おしゃれだし、めっちゃおしゃれ。
毎日アイドル1年で特典あるんだっけ、やって。特典はね、私でも1年だけど1年じゃないみたいなとこあるから、特典とかないかも。特別記念配信はしないです。変なアバターまた作ってってきた。よいしょ。もう髪のツヤすごい、だってやばいですよ。でももうギシギシなんですけど、マジで櫛通らない。ね、ロングヘアって大変、本当に大変すぎ。もう昨日ね、こっち側のエクステ1本取れました。取れちゃいました。マジでギシギシ。ギシギシすぎる。やば、髪の毛めっちゃ抜けるし、やばい。襟のない服も着るのね。だって、あ、ちゃんとこれ首元までありますから。ケアしましょうって、してんだけど、おこしてないみたいな、してんですけど。明日会いたかったな。だって、会いたかった。やばい、髪の毛がすっごい抜ける。どの部分がエクステかわからない。だって、おー、ほんと？すっごい髪の毛抜けた。見る？抜けた髪見ます。はい、抜けた髪見えた？超抜けました。思ったより抜けてる。抜けちゃった。だから本当、お風呂なんかドライヤーとかさ、するときさ、あの櫛やるじゃないですか。で、目マジで髪の毛がすっごい抜け落ちて、それをね、掃除しないでね、寝ちゃったんですよ前。だから洗面台にめちゃくちゃ髪の毛が落ちてて、でお母さんに朝めっちゃ起こされて、汚いよって、ちゃんと自分でやんなみたいな感じで起こされて、洗面台に髪の毛がいっぱいあるって怒られました。だから
ちゃんとドライヤーした後はティッシュで髪の毛を集めてから寝てます。はい、そうです。しっかり何かね、いつもまつげのね下地をマスカラ下地をいつ今までずっとケイトのやつを使ってたんですね。そしたらレミタンがまつげすごくて、この前話しかけた時に、レミタンってまつげ下地何使ってるのって聞いたら、キャンメイクですって言われて、これめっちゃいいですよって言ってね、買ってみたらマジで良すぎてやばい。なんか本当に次元違う。なんかまつげ本当なんか広がるしね、すっごい伸びるし大きくなる、まつげがマジですごい。すごいキャンメイクのねまつげ下地です。マジで良すぎてやばい。もっと早くね知りたかった。そう、悔しいよね。マジでレベチなんですよ。マジで見てこのまつげ強すぎる。お強い。今何時何分ですか？5時11分。なるほど。まつげを櫛で溶かします。櫛でっていうかさ、あさってもオンラインお話し会だよね。あさってがオンラインで明日がオフライン、2日連続だったね。で次の日があのバレンタインで、ね、すごいギュッて詰まった。やばい、これ開けられない。次の日波動？マジでガチ？私？本当に？マジ？てか波動前も出たんですけど、え？めっちゃ出るやん急に。波動見に行きます。だってボールください。
しいの買いました。なんかめちゃかわなんか良さそうだから買ってみた。キラキラがすごいキラキラじゃないですか。なんか買ってみた。なんか暗いからあんま見えないな。濡れてるか。これはまだ色を塗っているだけです。見えないな。トゥルン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 トゥルやってみます。これバレンタイン歌ありかな。だっていつ最近若返ったってきた。なんかさ髪の毛伸びるとさ若返ったって言われる。で切った時も若返ったって言われる。見慣れると多分みんな私のフレッシュを忘れちゃうんだろうな。見慣れるとえめっちゃキラキラしてる。すごい細かい。これめっちゃいいわ。キラキラしてる。ちょっとみんな分かんないですかね。分かんないや。だってそう生で見ないと、まあ、みんなはね生で私のことを今日見れないから悲しいですね。画面越しでしか見えません。でも明日は生で会える。明日マジで髪型どうしよう。ストレートもいいけど悩んできた。この髪鏡で見てさ、あこの髪型いいかもって思ってもさ、実際さ
いざやってみるとなんか違うかもってなることが結構多いんですよね。どうしよう。本当はアシュがいいんですよ。本当はアシュ、本当はアシュりたいんですよね。本当はポニーテールに最初はねしようと思ってたんですよ、明日は。でもアシュりたいんですよね。どうしようマジで。どうしようマジで悩みます。明日の朝に決めようだって。そうだね。ストレートなんてでもいつでもできるしね、自分でも。ポニーテールはさ、ヘアメイクさんにやってもらわないとできないから、それもありですけど。やばいやばいやばい、髪の毛が。メイク完了。しっかりしてってきた。しっかりしてない？ごめん。楽しみですわ。なんか見てください。なんか久しぶりにこの部屋入ったらこんなんとかあって、こうやって歌うってこと、歌ってみたみたいな、ショールームでできるようになったらしい。でも私はちょっとやらないですけど。ねミスは使ってたよねこれ。私はねやらないです。今日はね。
AKB 以外の曲も聴いてみたい。あ、じゃあぜひあのソロライブに来てください。ぜひぜひ。ソロライブさ、もう感覚が鈍っちゃって、いつが最後？4月だもんね、去年の。もう1年ぐらい経ちますよ。もう忘れちゃいましたね、どんな感じだったか。やばい、こっちにしよう。よいしょ。充電できたかな。できた。よいしょ。あ、ちょっとなんか映っちゃう。誤爆には注意してね。だってしないですよ、したことないし。あるか。いや、それでも本当事実とは異なるものですから、マジで好きじゃないですし、ファンでもない。そう、でもファンだって言われちゃった、違うのに。まあそういうもんですよね。うん、すごいだ、すごいでしょ、すごいのよ、本当に。やばいやばいやばい。ちょうど1年前ぐらい、1周年です。1周年記念日。高速で追記ししたのおもろかった。だってするでしょ、当たり前じゃん。残しとくわけなくない？めっちゃ焦った。あの時のお腹痛くて本当に。でね、いろんなね動画を見てたんですよ。てか主に自分のチッケムみたいな、その時コンサート後だったから自分の動画を見てたの。自分が一人で写ってるコンサートの撮影タイムの動画を見てたら関連になんか出てきて、本当お腹痛くて、ね、で見てて、そう、そしたらああなっちゃって、で気づいて、え、やばいって思って、関連に出てきたの勝手に。え、自分が自ら検索してみたんじゃなくて関連に出てきて、そう、え、でそう、いや全然見てない、全く。多分おすすめみたいな上がってたの、上に急上昇みたいな。でめっちゃ焦った、もうわーって、もう血の気がわーってなって、
そう、めっちゃ焦ったし、そう、本当に見てない私、知らん動画だけど出てきたの。そう、こっちも焦ったよ。だってごめんね、本当に。もう本当に好きとかじゃないし、ファンでもないから、すいません。詳しく、もっと詳しく聞きたいなって方は、ぜひ、まあ、いつかお話し会に来てください。もっと知りたいってか、もっと裏、その裏側教えてって人はぜひお願いします。もう1時間ぐらいやってますっけ、配信。45分。案外長いだって。確かに長く配信しちゃった。めっちゃ歌う気満々な人見える、確かに。さん見れて嬉しいです。よかった。そのガードには意味あるの？これ？分かんない。空気吸うんじゃない？息。エクステね、多分もう一回つけますね。多分もう伸びてきたと思ったらまたつけ直しそう。それぐらいちょっと今ロングが気に入って、お気に召しています。もうちょっと短めでもね、よかった。前回の時こんぐらいだったよね。ここぐらいだったんですよ。そう、ちょっと長めにした、今回。もっとね、エクステつけた時はこんぐらいだったんですけど、美容院行ってこんぐらい切ってもらいました。もうちょっとね、切ってもよかったけど、なんかもったいないなと思って。やっぱお金かかってるからさ、これ。いや高いからさ、そんななくなったらさ、お金がってなるから、ちょっと長めにしちゃいました。そう、本物の髪の毛はこれです。これです。これも？これついてるか。これが本物。
エクステ自腹です、もちろん。もちのろん自腹です。カツラみたい。え、シール、シール。でも今のカツラもさ、わかんないよね、カツラって。つけるのにどれくらい時間かかるんですか。カラーもしたんで25分ぐらいですか。25分じゃない、2時間ぐらいですかね。まず美容院入って髪の毛を染めてもらって、あのしたいエクステの色をまず送っとくんですよ。こういう髪型に、髪色にしたいっていうのを送って、それを元に喋って、で髪の毛を染めてもらいます。でシャンプーしてやってもらって、乾かして、でその後にエクステをつけます。エクステつけてもらって、でどんぐらいの長さがいいですかって言って、こんぐらいって言ったとこまで切ってもらって、ちょっとなじませてもらって終わりです。そう、2時間ぐらい全部で。でも私はもっと細かく切ってほしかったんです。髪の毛もすいてほしかったし、なので違う美容室行って、でこういう感じにすいて切ってもくださいってお願いして、きっきり髪の毛最終調整で整えました。うん、はしごした。つけてから染めることはないかな、わかんない、あるのかな、私はない。壁写ロングで撮りたい、だって。いや、なんか何でもいい。壁写真ふざけようかなって思った。なんかこういう感じにしようかなって。うん。ふざける。いいねだってでしょ。ふざけるかも、ちょっと。でも26歳になるんだよ。もうふざけるしかなくないもん。こうやって。髪の毛で26作ろう。え、作りたい。それがいいな。
意外と使われるけどね。それな、今の壁写真さ、やばい、舞台に出た時に、え、これ同じ人って言われた。全然違くないみたいな、別人じゃんって言われた。うん、もう話したかもしれないけど、今日松戸である歌唱力のイベントいる？だって。いない、いないよ、松戸いないよ、松戸行きません。歌唱力ユニット決勝当たってた、やっただって。お、嬉しい。今から行こうとしてたって。え、行こうとしてたぜ。いるん。でもなんか来たんですよ、電話が、マネージャーさんからさ、今日あの下見してる時に、会場の下見してる時に、今日イベントがあるんですけどって言われたけど、今日私予定入れてたんですよ、もともと。なので無理ですって言った、うん、でも当日に、そう、なのでね、あのその歌唱力のやつ、あ、でも他のメンバーは多分普通に出るって前から言われてたメンバーもいたけど、私だけなんか当日てか今日さっき普通に電話で、え、もしかして行けたりしますかみたいな感じで言って、行けませんって、普通に予定入ってますって。そう、行けないですよって、予定入ってますよって、予定入ってるからって。うん、多分私は多分あわよくばもしあったら、まあ、来れたら来てもいいみたいな、来れたら別に来てもいいみたいな感じだったのかな。多分みんな本当に今日いるメンバーは多分もう前々から、そう、そういう誘い方してくるの、酒飲みの友達いる。え、そんな、そんな感じの呼ばれ方、私今の。都合のいい女、行かないぞ、そんな当日に。他のメンバーは前々から言われてるのに、当日に、あ、そういえばってリハ終わりでちょうどいい時間帯じゃんって言われて電話来て、そんな都合のいい女にならないぞ、ってか予定入ってっから。うん、そういえばみたいな扱い、なんだ。うん、私はあの行かないので、皆さんお願いします。今何時何分だろう。お、ち
あそろそろ配信終わろっかな。皆さん配信見てくれてありがとうございます。では今日の配信はこれで終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございます。では最後におランキング読みます。いきます。13位筋肉愛好家、12位ファデル、11位シンゴ、10位マッカーシーアットオダシ、9位クルリン、8位ミホ、7位 KK3500、 6位ヒノト、5位ワイセナーさんアットビューティーエリナかな、4位中堅、3位スミグルイアットグンマニア、2位ソニー、そして1位はガパオパオライス。イエイ、皆さん今日も見てくれてありがとうございます。イエーイ。ではね、明日のお話し会とかライブとか楽しみにしててください。ではまたね、バイバーイ。